源氏物語、源氏物語、各条のあらすじわかな。わかは、源氏物語54条の巻名の一つ。第34条。本館は、源氏物語中裁長の巻であり、現在では、通常本文の存在しない、雲隠れを除いて、若かな登るおび、若かな下都市、それぞれ、第34条、第35条とされていることが多い。源氏の絶頂期であり、 同時に、水運の始まりとなる時期である。本館の巻名は、光源氏の四十歳の祝いの席に、幼女の玉かずらが若菜を差し出したことを呼び、光源氏の歌、小松玄末の世は火に惹かれてやのべの若菜も年を積むべきにちなむ。若菜登ると若菜下は、それぞれ、箱取り、諸葛の異名を持つ。箱取りは、夕霧の歌、宮巻にねぐらさだむるは、 小鳥もいかでか花の色に焼くべきにより、諸葛は、柏木の歌、諸かずら落葉を何にじゅうひけむなは、むつましきかざしなれどもによる。諸葛は、若な上下両間全体の異名とされることもある。蹴鞠に狂じる柏木。空猫、ミスの奥にいる女三宮の姿も描かれている。光源氏39歳12月から41歳3月までの話。 源氏の兄須作院は先日出席した六条院の行行直後から病気を患い出家しようとするが、後見人のいないマナ娘女三の宮の将来が心配で躊躇している。弟宮の蛍兵部境遇や藤大納言、柏木など多くの貴公子が向子候補に上がるも、向子選びに思い悩んだ末、須作院は源氏に宮を託すことを決心、源氏もそれを承諾してしまった。 それまで制裁格として認められてきた紫の上は動揺するが、それを隠して、女、三の宮を源氏の性質として迎える準備をする。年が明けて二十三日、源氏の四十の画が盛大に行われる。二月に女三の宮が六条院に降下したが、女三の宮のあまりの幼さに源氏は失望してしまう。また、紫の上は思わぬ展開に悲しみを内に秘めて、 次第に出家を望むようになっていった。須作院の出家で、院の御所も人気がなくなりかつて長愛していた、皇妃たちもそれぞれ、散り散りになったことを、従者から聞いた源氏。中でも、かつて恋に落ちたおぼろき夜が御所を出て、元の実家へ帰ったことを知り、性的の娘との許されぬ恋により、妻、赤子に実況を余儀なくされた日々を思い出していた。源氏から、 久しぶりに会いたいとお使いをよこされたおぼろきよるは、堅くなに拒否するが、それにもめげず、源氏は、元右大臣邸へ。結局よりが戻ってしまい、嘆き悲しむおぼろきよる。しばらく王勢を重ねるが、彼女は密かに須作院の後をおいしく消することを考えていた。代理にいる赤氏の女王子は、体調が優れず、実家の六条院へ帰りたいと訴えていたが、東宮が、許してくれず、 うつうつとした日々を過ごしていた。尿悟の病状を確かめると解任したことが明らかに。東宮もようやく宿下がりを許し、明石の尿悟は喜ぶ。月日は流れ、海月間近に迫ったものの、つわりがひどいため尿悟は冬の御殿へ移り住むことに。源氏はかつて夕霧の母、葵の上を三軸で亡くしていることから、紫の上に不安を打ち明けた。 呂吾は、赤子に君と初対面。自分が生まれた時の経緯を聞き、感類する。翌年3月には、赤子の呂吾が、東宮の男巫女を出産。人生最大の映画に喜ぶ赤子のお方たちだが、赤子入道の消息文を読み涙を流した。それからしばらくして、突然霊勢帝が、東宮に上位した。最近病を患ったーーは、である自分には、 ミコがいない。もう東宮も成人しているし、問題なかろう。と決意は固く、源氏はと命をかけた恋神を結ばなかったことを密かに嘆く。これと同時に、大城大臣が隠居を申し出た。これより、知事の大臣と呼ばれるようになる。ある日源氏は紫の上から、出帰したいと切り出されるが、紫の上が去った後の孤独を恐れる源氏は、必死に懇願し、考え直す。 よう説得する。後日、源氏一行は赤子入道の五眼ほどきのため、赤子一族を伴い、住吉大社へ参詣する。源氏はかつて妻に沉居した頃、先の大城大臣がはるばる訪ねてきたことを思い出していた。赤子二君にこっそり歌をお送り、二君は源氏の心遣いに感類する。参拝を終え、その夜、東遊びが取り行われた。翌朝、 赤死に君のいる牛車を見た貴族は、幸運をつかんだ一族を褒めたたえ、赤死に君にあやかりたいと噂する。一方、かねて女三宮の効果を絶望していた柏木は、その後も未練を残していた。三月末、六条院の蹴鞠の催しに訪れた、柏木は、飛び出してきた空猫の仕業で上がったミスの奥にいる、女三宮の姿をかいまみてしまう。それ以降、 柏木はますます女三の宮への思いを募らせていった。光源氏四十41歳3月から47歳12月までの話。それから4年の年月が経ち、冷静御門から今上庭へ、時代は移る。赤詩の女お腹の第一王子が、東宮に立った。翌年の須作院の五十の画に向け、源氏は女三の宮にことを教える。念が、 明け正月に六条院で華やかな女学が催され、女三宮、紫の上、赤子の女後、赤子の味方が揃って見事な演奏を披露したが、その晩に三十七歳の役年だった紫の上が、突然倒れる。病状は好転せず、源氏は紫の上と共に二条院に移って、看病に付き添った。一方、柏木は女三宮の姉女二宮と結婚するが満足。 できず、源氏が紫の上に付きっきりで手薄になっていた隙をついて、目のとごの小児獣の手引きで女三の宮と密通した。その直後、紫の上が一度は絶命したが、かろうじて蘇生、その際に六条宮須所の資料が現れて、源氏を戦慄させた。後日、源氏は宮須所の資料を供養するため、紫の上に正式ではないものの在家で会を受けさせた。 後日、女三の宮が解任。紫の上の病状も、症候状態になった夏の末頃、見舞いにやってきた源氏は、偶然柏木からの恋文を見つけ、ことの真相に気づく。正直は、女三の宮を責め、宮は源氏を前にして生きた心地がしない。源氏もそんな女三の宮に皮肉を言い、七員に心配をかけないようにとそれとなく説教をする。柏木も、 そのことを知らされ罪におののき、さらに六条院で行われた死学の際、源氏に痛烈な皮肉を言われて病に伏した。柏木の容体が枕も上がらないほどの渋滞だと使いの者から知らされた、父の大臣と北の方は驚愕し、すぐさま実家に引き取ることを決断。実家で療養することになり、女にの宮と一条を見やすどころに涙ながらに謝罪し、 一条の屋敷を後にした。須作院の五重の川、は、暮れも押し迫った12月の25日に行われた。ありがとうございます。